はい、どうも、ボッカ監督と申します。本日もウイニングレブン2017マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。本日はですね、スカウトで選手を獲得しようと思います。ようやくね、欲しいスカウトのやつが集まりました。まずはですね、どれやったかな、どれやイングランド、そしてセンターバック、ほんでもってちょっとね、めちゃめちゃね多いんですよね、スカウトの数ね。まあ結構売らずにね持っとったらこうなっちゃいました。どれやったっけ、どこはね、ほんまにちょっとね多すぎて、あった、これや、プレスキック、はい。では、獲得していきたいと思います。ラムという選手ですね。はい、ラム、フィンランドのノッツレッズ、ラムを獲得しました。クラブについて、でほんまはこの選手を獲得したいわけじゃないんです。はい、実は本当に狙ってたのは、どこや、プレスキック、さっきと同じ組み合わせですね。もう気づいた方はおられると思います。センターバック、そして、どこや、イングランド、はい、来ました、ダビド・ルイスです。このラムという選手、まあ二択なんですけど、ラム選手をね、もうすでに保有しているので、確実に、ダビド・ルイスが来ます。では、獲得しましょう。引かへんねんな、ダビド・ルイスな。はい、来ました、センターバック、ダビド・ルイス。今回はね、こんな感じで、ダビド・ルイスを獲得しました。チェルシーのね、まあ、超有名人なんで皆さん知っていることでしょう。で29歳か、結構身長もちょっとあると思ったんですけどね。まあオーバーラップ持ってるし、結構使えるんじゃないでしょう。このスキルはめちゃくちゃ持ってるしね、ヘッダー持ってる、無回転シュートを持ってるしな、フリーキックも実は任せられるという素晴らしい選手です。ということで今回はね、ダビド・ルイス、まあちょっとね今ね、トレーニングコーチ結構ね使っちゃっててね、オスカル獲得した時に、なんでまあぼちぼちこの選手もね、まあ先発陣に入り込めたらなと思っています。はい、今回のスカットですけれども、変えてますね、ここ、トッティを入れました。実はトッティね、僕ね、あまり見てなかったんですけどね、結構いい素晴らしい能力をね持ってました。まあ結構グランダーパスが90あったりね、キック力が90あったり、まあ結構前で、まあ、一応くさびとしてね、偽キューバーみたいな形で使えるんじゃないかということでね、ちょっと今回ねさらに素晴らしいことにスーパーサブ持ってたんですね。かなりいいですよね。昔は結構ウィーレ、名前だったかな、イタリア優勝するちょっと前ぐらいではね、結構コンピューターで使ったりしたんでね、まあ今回トッティをこの、まあ、スーパーサブにね、後半から使用する枠に、まあ、ただちょっと不調になるかもしれないんですけど、まあ、今回はこのスカットでやっていきたいと思います。はい、それでは対戦相手のことが決まりましたね。まず今回の、うちのスタメンですけれども、まあ、チアゴ・モッタ、セルフィオ・ブスケとチアゴ・モッタを変えてます。ボランチでね、絶頂なんで、絶頂、こっちを絶頂、向こうを絶不調ですからね。で、まあ、交代枠、カジャハン・クアドラードとね、トッティ、やりましたね。絶頂です、みんなこの3人一応出すつもりで、ケイン本当はちょっと久しぶりに好調なんですけれどもね、ちょっともうこの3人で行こうかなと思ってます。では行きたいと思います。相手はクリロナ・アグエロ・ベイルの3トップ、これは強いですね。で、まあ、中盤も強い、ベラッティ・デロッシ・ポグバ、ほんでもって先、めっちゃ強いやん、普通にディフェンスももう揃ってるしね。ノイヤーもこれはいかついな、
クロス。クロスね、ちょっと警戒しようか、クロス。どうやろう。どうなんだろうか。おかっち。584か。クロスだ、警戒しようか。怖いもんな。コンセプトアレンジ、クロスだ、警戒します。待って、ティキタカつけようか。ティキタカ、ティキタカ、ちょっと微妙やな、ついたかどうか。 まあええわ、ちょっとこれだけでね、そうそうたるメンバーなんでね、相手でも、まあちょっとキープして、相手ボールにするのはちょっと恐ろしいですよね。皆さんこんばんは。本これ日なんて読むの？浜松対リバプール、この模様をお届けしてまいります。ファンタ解説は北澤さん、なんやね、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。北澤さん、ね、今日はよろしくお願いいたします。こんばんは。あの目みたいなやつ、アットマークじゃないし、まずファーストハーフ見ていきましょう。あべ、おい、浜松対リバプール、やば、どういった立ち上がりになるんでしょうか。来ましたよ、やばいって。本当は競り勝ちます。このボール危険です。はいはい。浜松、手元の資料ではワンツーパスでの崩しが得意なチームです。まずいな、これは。これはどう対処すればいいんでしょうか。そうですね、ワンツーは使うタイミングがわからないと思うので、入ってないか、惜しい惜しい、惜しいようです。なければいけないですよね。対処としてはワンを出された瞬間からマークを外さないことで、ツーを出されないようにするのが一番の効果的だと思いますけどもね。明日はね、またね、ライブアップデート来るんですけどね。まだありますね、チャンス。そうなのよな。このボールはカットです。出る出る出る。あ、出てる？出た。いや、トニークロースがなんかめっちゃ怪我したみたいです。めっちゃっていうか、これを読んでいました。結構な重傷みたいな。あ、くそ、ケツにやってもらった。クリスティアノ・ロナウド。お、自ら取った。あ、ちょっと待って、ウォーカー、サイドのスペースを使います。ここ仕掛けてほしいですね。え、何それ今の何か。ちょっと横サイドから行き過ぎか、中央から攻めたいな。今日のゲーム、両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。どちらもちょっと立ち上がり、まあ、始まったばかりでまだ点も動いてないですからね。スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくり行きたいところですかね。サイドのスペースを使う。またサイドから攻めてる。インターセプト、来た。さあシュート。オッケーオッケー。よっしゃ、しかもファーストシュート入ってる。先制、リバプール。みんなできた。リバプール先行します。よしよし、いいぞ。これは一瞬のスペースを見逃さず、プラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。やばい。そうですね、しかもシュートの位置も最高でしたよね。よし、相手の守備はその前にもう対応遅れましたからね。あ、そっちか。バーディーにしたかったけど、いけないエリアにバイタルができてしまいましたよね。しかしこういうチャンスを落ち着いて決めるあたりが素晴らしいですよね。で、オッケー、ゲット、素晴らしい。リバプール、うまいことな。2点先制した、2点先制したよな。いい形でした。取れる。クロスは頭で流し込んだ。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。よし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 。さらにロイス競ってない。さらに1点を追加し2対0としています。リバプールとしてはこう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームもメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。よし、クラブ、マイクラブとかね、スタジアム。デロッシー、行け。ああ、なんと取った。ああ、あっと危ない。どうだ、シュート。よしよし、シュート打った。いい感じでしょ。お、まずいね。さあ、左へ預けて。プロベンツィ。は、なんだそれ。強いな、君でもやっぱり。最終ラインまでボールを下げる。41歳なので、現役やる言うてるだけのことあるな。長いパスが繋がります。現役の41までやりたい言うてんのか。よし。ふわ。ふわ。来た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 、怖い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 。ベイル、うわ、まず
取れるぞ。よし。イスコ。カンテ。あかん。ちょっとスピードが。これをカットします。お、パーティ。ちょっと反応鈍かった。さあ、つながるか。ちょっと雑にされだした。どうだ。頭できた。うわ。こんなゾロ臭いのいかれだ。ロナウド。ああ、来た。このポーズ。そのユニフォームだけは着てほしくないわ。でもな冷静にヘッドで。そうやな、マドリンのユニフォーム着たメッシとかな、そのユニフォームだけは着てほしくないけどな。ちょっとフィーバーの時にね、そんな気持ちだったんでしょうね。これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。ああ、ノイヤー、ここは抑えました。縦にボールを入れます。アラバ。あ、くそ。よしよし。ヌゴロカンテ、長いボールを送ります。取れる。ボールはイスコへ。うわ、なんかまた、誰かコエスロドリゲスが移籍するみたいな話で出ますね。リューベンにチャレンジはしません。後ろに流す。ジェイミー・バルディ。あ、バルディ。縦に仕掛けます。あら、やば、やば。あ、よかった、よかった。なんとか。縦へのボール。いいボールでしょ。ここでワンツーを見せる。あ、来た。これはペナルティーエリア内。いやー、やってしまいましたね。リバプール PK を得ました。え、カルバール出てるの。さあ、昨日は PK で負けてしまったからな。こっちゲット止めたんだっけ。これで行こう。よし、ゲット。貴重な3点目。何点持っててもね、このスイートップを前にしたらちょっとね。でも本当 PK とはいえね、さすがに1点差やったらもうなんかやばいという気分にしかならないからね。2点だったらちょっと余裕はある。さあ、リバプール、これで2点差、リードを広げます。リバプールとしては監督が描いたイメージ通りに今日は進んでると思いますね。まずい。この後のプレーがだいぶ楽になると思いますけどね。キーパー、キーパー、アグレート打ってるよ。ここで丁寧にボールを扱う。うわ、上げてくる。やられたやられた。強いわ。前半終了間際、守りきれんか。クロスボールに頭で反応。いいシュートでしたね。まあ、焦らず落ち着いて、しっかり頭で後半の方がちょっと、どうやろうな。まあ、ロイスがあれやから、後半の方がちょっと期待を持てるメンバーなのかな。一緒だったけど。シュート。よしよし。ノイアー。ノイアー。そうやな。前半最後のセットプレーになるのか。お？ルーズになる。サイドへ。ボールが上がる。もっと勝てるぞこれ。チャンス来た。わあ、道ができましたよ。ルーズボール。ふ。来た。おっとルーズボール。おっとこぼれてる。サイドを使います。ヌゴロカンテ。よし。出ましたね。中央へ。あはは。ノイア。ちょっと力ないね。抑えました。よしよしよし、とりあえず3対2リードしたまま後半に入ります。非常に動きのあるハーフとなりました。はい、それではね、後半戦の方やっていきたいと思います。そうだね、試合開始前にね、ちょっとギリギリのところで、ね、できたか、あの設定できたかできるかわからなかったんですけど、設定できてませんでしたね。まず、まず前線が長いボール裏へ届くか。オフサイドか。まあまあまあ、オフサイドです。キーヒルな、あの上がらせてるからね。ちょっと早かったようです。ジェイミー・バルディ。最後ドライブ一回試合切ってもらった。ちょっと残ってましたかね。ほほ。右サイドへ振って。サイドを使う。カンテそれ。いい展開ですね。来た。取れるぞ。よし。お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。持ってきてますし、まだ守ろうっていう形ではないですよね。今なんか攻撃の人数かなりかけてますから。ね、やべ。やべやべ。こういうやつ。危ない。少ない決定的なシーンがありました。怖え。
絶対出しちゃうな。そうなの。しかしこれよく止めましたね。守備陣がキーパーに助けられた形になりましたよね。今のチャンスはものにすることができませんでした。縦にボールを送ります。ロイス味方を走らせる。いい感じでしょ。これは低いボールだ。あかん。浜松としては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取ってるんですよね。なるほど。その意図は何なのでしょうか。まあ裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね、うん、ラインを高めに設定してオフサイドトラップ仕掛けるという手もあるんですけど、まずい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 、やばいってそれは。あのスペースを消しやり方を選択してるんですよね。で、言い忘れた。後半、ティキタカ設定します。ティキタカを設定して、この出来っていうのは、ちょっと良くないな。浜松、チャンスを迎えたシーンがありました。ああ。ジェイミー・バルディ。わあ。よし、簡単にやらしまえんな。うわ。怖い怖い怖い。OK、全然ヘディングかってるな。スルーパスを出す。流れを止めます。自ら首のなんとこ行ったらあかんやろ。怖いわ。フロレンツィ。ああ、落ち着いてな、とりあえず。ボール、落ち着け落ち着け。溺れてルーズボール。マルセロ、ちょっとし、なんていうのかな、試合を落ち着けるように意識しよう。意識していこう。素早いパスで攻め上がっていきます。縦にボールを送ります。イスコ、これは下がりません。ちょチャンスと見るよりもキープなんかしてる場合じゃなかったけど、危ない。スルーパス。浜松、ビルドアップの際に今のようなショートパスをつなぐ形が非常に多いんですよね。そうですね、お互いの選手間の動き出しの意識の共有が良かったですよね。いつも通りこれを繰り返していけばいいと思いますけどね。さあ、クリスティアーノ・ロナウドと呼んでいた。怖い怖い怖い。ここは競り勝ちます。ヌゴロ・カンテ。よし、ちょっと不格好やけどなかなか前に進めた。セルヒオ・ラモス。うわ、おい、やめろやろ。よし、どんなた、おっと、お、デロシックからアグエロ。あかん、まだピンチや。このボールが繋がります。上げてくる、どうだ。オッケーオッケー、出ろ出ろ出ろ。よしよしよし、ステージ変えよう。ここでな、3対2やからな。あー、ロイスが厳しい。あれどうしようか。そうか、フロレンツィはスタミナあるけど、イスコがなくなんねんな。何で、トッティここに、それはまずいな。こうやろ、やっぱり。偽9番にしよう。どういうコンセプト。違う、コンセプトあれ。敵高いやめて、偽9番。これでいこう。どうしようかな、ここに。オスカルを、まあ、もうちょいいけるから使っとこう。二石球でいきます。もう少しだけイスコちょっと引っ張るな。え、向こうのベンチの上がどんなん、きついっす。国が変わったのか、誰に変わった。オーバーメアグリーズマン。めっちゃ持ってるよ。全員欲しいよ。全員欲しいよ、だけど。一人ぐらい欲しいよ。大場面、グリーズマン、ベイル、いろんな。あれ、メッシだけおらんかったな。メッシのドリブルとかやばいらしいですね。くね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 できて。さあ、共に選手交代があります。もう
一度スローインです。ちょっと前進んだな。長い縦へのボール、スルーパスを出す。これを見たかったこの展開は。もういい形ですよ。狙っていきます。え、イスコ、え、大きく縦へ、よしよし、まずカウンタープレーゾーン、一気に前線へ、ベイル、このボールをカットします。クワドラ、あかん、トッティ頑張れ。あーまずいまずい、まあかんなこれ、いい展開ですね。あかんって、あー危な、ほんま読めなかった。いや最後合わない、合ってたら終わりや、変えよう、もう最後ラスト、イスコに変えて、オスカル、このちょっと短い時間に仕事してもらおう。あんたってブラジル国籍のね、あの星4に7万 GP かけてるからね、7万 GP の役割を果たしてもらおう。おっとおっとおっと、おこ、あーまずまず、はあ、リバプールとしては、あ、何してんねん、このまま終わりたいとこですよね。あかんて、そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。あ、あ、やられた、あ、危ねえ、危ない、危ない、危ない、ボールを追いかける、もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいとこですよね。え、ルーズボール、わかんや、怖いわ。アラバ、ヌゴロカンテ、裏に味方を走らせる、裏のスペースへ、これを読んでいた、なんとかなれ、まあ、もう少しや、ここはすぐに返します。イスコ、出さずに置かへんな、これ。あー、抜かれた抜かれた、おー、いい形です、キーパーナイス。そしてここで最後のギリギリや3対2。いや、よく出た。リバプール1点差で勝利、かろうじて勝ちました。北澤さん、試合の総括をお願いします。声出してリバプールとしてはサイド攻撃が非常に多かったですよね。まだ中の選手のコンビネーションも非常に良かったと思いますよ。はい、ありがとうございます。はい、レウス、あ、知らなかった、素晴らしい試合でした。ロイスって読むやな。さあ、そろそろお別れの時が来ました。はいはい、本日の試合解説には北澤剛さんをお招きして、10番の働きしてくれるわ。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。リバプールが3対2激闘を制しました。まだ今度冬な、ハメスはちょっと結構嫌われすぎやねんな、なんか一段からうんうんうん、ロレンツィね、ここまではね良かったんやけどな、やっぱりこの力がな違うなとこう感じさせられたな。怖いこれね、クリロナの、このクリロナが泥臭く来るという、もともと泥臭いかなクリロナって、そうないか、あ、この PK か、勝ち越した。いやー、熱戦やったな。しかしもうやろ。はい、ということでどうなったんやろな、ちょっと昨日の続きを忘れてしまったんやけど、どんな感じで終わったんやったか。はい、ということでね、レーティング704に上がりました。また700に変えていきましょう。この今週ほんまこの近辺うろうろしてます。はい、ということで、また明日も更新しますんで、更新ってアップしますんで、また明日もよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。